ドロステ・ヒュルスホフの肖像、1838年、アネッテ・フォン・ドロステ・ヒュルスホフは、ドイツの詩人。ベスト・ファーレン、ミュンスターのヒュルスホフ城にて、貴族の娘アンナ・エリーザベト・フォン・ドロステ・ヒュルスホフとして、生まれる。兄たちに混じってギリシャ語、ラテン語、フランス語、英語、イタリア語、博物学などを学び、早くから試作を試み、また、絵画、音楽にも、才を示した。 ミュンスター時代には、クリム兄弟の奨励を受け、後には、哲学者、ショーペンハウアーの妹アデーレ・ヨハンナと、交流しその哲学上の感化を受けている。1826年、男爵であった父が他界し、リュッシュハウスの母に荘園に移り執筆と読書を、中心とした、感慨な生活を送る。生涯独身で過ごし、1848年に、 ボーデンコハンメールスブルクのささやかな住居に移り住みここで死去した。主な作品にリュッシュハウス時代に書かれた荒野風景詩、宗教的な苦悩を書き表した宗教の一年など、職業的な作家ではなく、教に任せて筆を取るという生活であったため作品は断片、未完に終わっているものも多いが、三文作品では唯一完成している中編小説。 ユダヤ人のブナの木は実際にあった殺人事件を元にしながら農村部の人間模様や老朽を冷徹な筆致で描き、クライストのミハエル・コールハースにも筆せられている。ありがとうございます。